こんにちは、 GCN ジャパンの松村です。サイクリストに優しい国とか街って憧れますよね。日本はどのように感じていますか？僕は田舎を走る分にはいいんですけど、都会を走っているとこのでっかい交差点どうやってあっちに渡ろうかなとか、この道サイクリストのこと考えてないなって思うことが多々あります。一方でサイクリストに優しい国や街っていうのはどのような工夫をしているのか、どんなルートがあるのか見ていきましょう。デンマーク、コペンハーゲン。2022年ツールドフランスのスタート地点の予定となっているのがデンマーク、コペンハーゲン。サイクリストに優しい街で連続で1位を獲得していて、市内が狭いのもあるんですけど、自転車での通勤通学が 62%、 いわゆる半分以上が自転通という驚異的な街になっています。でこのデンマークのコペンハーゲンは、通勤時間帯には時速 20km で走り続けていると赤信号に引っかからないというユニークなシステムもあって、今現在もより自転車を使いやすい街づくりが推し進められています。でこのコペンハーゲン市の自転車施設に対する予算っていうのが、人口1人当たりに対して40ユーロもあって、これからもっと自転車に優しい街づくりを進めていこうという気持ちが伝わってきます。で一方、自転車があまりにも増えすぎて駐輪場とか自転車レーンが狭くなってしまったという問題も抱えています。オランダ、アムステルダム。風車とチューリップとマチュー・ファンデルプールの国オランダ、その首都のアムステルダムは何度も自転車に優しい街1位に輝いたことがあります。歩行者と自転車と車を完全に分離した道を整備したり、都市の中心部は4分の1もの道が車が入れないようにしたりと、かなり自転車に優しい街づくりを進めています。車に対しては速度を出しすぎないように道の一部を隆起させるような仕組みがあって、ヨーロッパのロードレースなんかを見ていると、たまに選手がですね、こうピョンとこう罰銃をして段差を越えているところがあるんですけど、その隆起したやつが車の速度を抑えるものになっています。コロンビア、ボコタ。コロンビアの首都ボコタでは、毎週日曜日になると全長 121km にもわたってメインストリートへ車やオートバイの乗り入れが禁止されて、歩行者やサイクリスト、スケートボーダーといった方々が自由に出入りできる夢のような空間が広がっています。この夢のような空間は45年前からスタートして、車が増えすぎて大気汚染や国民の運動不足が問題でスタートしました。今では出店が出たり路上パフォーマーが現れたりして、お祭りのようなビッグイベントになっています。そしてこのボコタでは、家から500メートルのところにサイクルレーンがあるように設計されているのも面白いポイントです。スペイン、ジローナ。数多くのプロサイクリスト、元プロサイクリストが住んでいて、 EF エデュケーション日報の本拠地でもあり、日本人選手だと中根秀人選手がこのジローナを拠点に様々なトレーニングルートを走っています。過ごしやすい気候と比較的綺麗な道、交通量の少なさ、そしてピレネーの麓で海も近くて、様々なトレーニングルートを構築できるので今人気が集まっています。オーストラリア、アデレード。土井さんが住んでいる街、アデレード、ツアーダウンアンダーが開催される街で、サイクリングをするにも最高の場所でした。海沿いに出れば長い海岸が続き、山の方に行けば様々なルートを走ることができます。実際に走って思ったのは、左折レーンと直進レーンの間に直進専用レーンというのがあって、それがとても便利でした。そしてオーストラリアは、まあ、道が広いっていうのもあって、それと法律もあって、車が自転車を抜かす際にある一定以上の距離を空けないといけないので、日本のようにスレスレを高速でぶち抜かれるということがありませんでした。ツアーダウンアンダー開催期間中は、周辺のエリアでレース前に選手が走り回っているので、運が良ければ選手とすれ違ったりちぎられることもあります。そしてオーストラリアはカフェ文化が非常に発達しているので、コーヒーに目がないサイクリストにとっては天国かもしれません。タイ、第二の都市、チェンマイ。こちらは弊社のタイ人による熱烈プッシュで取り上げさせていただきました。古い街並みが残って綺麗で、食べ物も美味しい、そしてコーヒーの聖地でもあるそうです。街を出たらすぐに山があって、毎朝ヒルクライム練習をしてから出勤する人も多く、そして定年退職後の日本人が数多く暮らしているので、もし旅行に行って何かあってもなんとかなる可能性がちょっとだけ高いと思います。もし走っていて物足りないと感じたら、町から60キロ離れたタイの一番高い山のドイ・インタノンへのチャレンジがおすすめだそうです。ドイというのは山という意味で、 GCN ジャパンのドイさんは過去にチャレンジをして苦戦した記憶があるそうです。平均勾配 7% ではあるものの、後半は坂が壁レベルの激坂で、足をつかずに登れる人は勇者だそうです。コムートのルート案内。
ここまで紹介してきたサイクリストに優しい街、もし今後旅行に行けるようになったらぜひ走ってみてもらいたいんですけど、実際こういった街とかに行くとどこを走ればいいのかわからないっていうことがあると思うので、まあ、今のうちに事前にちょっとこうスケジューリングをしてもいいかなと思います。コムートで街の名前を入力すれば、脚力や走りたい時間に合わせて最適なルートを写真付きで紹介してくれるので、旅行のプランを立てやすくなるはずです。実際に走る前にはそれと合わせて地元の交通ルールも確認するようにしてください。日本サイクリストに優しい街というのもいろんな定義があると思うんですけど、日本も利用によってはサイクリストにとって優しかったり走りやすい場所だと思います。まずは路面の綺麗さです。他の国、まあ、ちょこちょこ走ったことあるんですけど、それと比べて日本っていうのは、まあ、荒れたところもあるんですけど、総合的に見て圧倒的に路面が綺麗です。そして次にコンビニや自販機の多さです。ドイツではガソリンスタンドに小さいコンビニみたいなのがついていて、その中で自転車のチューブを買うことができたんですが、そもそも日本は山や田舎に行かない限り、いつお腹を壊してもいつドリンクを切らしても大丈夫なくらいコンビニの数が多いです。そして山や田舎に行ったとしても、なんやかんや自動販売機は設置されています。海外で自販機なんて設置したら、場所によってはただのでかい貯金箱になってしまうので、日本の治安の良さがこのような環境を生み出しているのでしょう。トイレも日本みたいに簡単に貸してくれる国だったらいいんですけど、国によってはまあ社会情勢とかまあ中でいろいろできちゃうわけなんで、なかなか貸してくれなかったり、そもそも公衆トイレが全然なかったりします。なのでお腹の弱いサイクリストにとって日本というのは非常に恵まれた場所なんです。日本も少しずつではありますが、自転車に乗りやすい環境というのが整ってきました。ものによっては全く意味をなしていないサイクルレーンっていうのもあるんですけれども、我々にとっていい方向に進んでいるものもあります。こうすればもっと走りやすくなるのにっていう意見がありましたら、コメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。